はい、かわいい仕上がりました。ニコニコでーす。はい、こんにちは、のびが本店ののびです。今日のテーマはワインレッド じゃなくてボルドー、こういった内容でお届けしたいと思います。どういうことかというと、ヘアカラーのことです。季節はすっかり秋めいてきました。そこでこんなヘアカラーどうでしょうかといったお話です。まずはビフォーの状態見てもらいましょう。ドン。そしてアフターがこちら。ドン。これこそが今日のテーマであるワインレッドじゃなくてボルドーっていうわけね。秋にぴったりな、めちゃくちゃ深みとツヤのある綺麗なカラーリングに仕上がってると思います。実はこれね、ただ単にボルドーで染めましたではないのよ。ポイントはローライトでございます。ローライトというのは全体のヘアカラーの色味に対して部分的に暗い髪の毛をわざわざ作るという、そういったテクニックね。まあ、いつもこのチャンネル見てくれてる人は、あの銀紙挟むやつねとピンときたと思うんですけど、まさにそれです。ヘアカラーで深みを出そうと思ったら、このローライトというテクニック、うってつけです。この後施術のシーンを見ていただきます。のぶさんの職人の手元、とくとご覧あれ。そして施術シーンの後、今回のヘアカラーについてじっくりと解説していきたいと思います。さらに今日のおまけコーナーはのぶレディオです。あなたの質問読まれるかもよ。ということで今日も内容盛りだくさんでお届けしますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。はい、では解説します。まずは今回のポイントであるローライトからスタートします。シャンプーもせずカットもせず、いきなりカラーリングからね。このローライト、最初にも言ったんだけど、髪の毛の、ヘアスタイル全体の中にわざわざ暗い髪の毛を作るわけね。そのことによって、ヘアカラーにものすごく深みが出ます。単色で暗く染めるのとも違くて、全体のベースの明るさよりも暗い髪の毛を混ぜるというね、独特の深みが出るんだよね。そして今回のワインレッドじゃなくてボルドーってやつは、このローライトによってそのボルドー感が出てるというわけね。この銀紙で包むお薬はね、結構暗くなるお薬ね。ただし見ていってもらうと分かると思うんだけど、結構ね、枚数銀紙挟みます。1個の銀紙に包む毛束もそれほど太くないんだよね。でこんな風に銀紙をつける施術の時に意外と勘違いしがちなのは、たくさん銀紙を挟むと奇抜なヘアスタイルになると思ってる人がいるんだけど、実はその全く真逆ね。細かくたくさん入れた方がナチュラルになるわけよ。逆に太い毛束で数少なく入れた方が、この銀紙を入れた他の部分との色の差があることがすごく目立ちやすくなるのね。だから今回はたくさん銀紙挟んでるイコール仕上がりはむちゃくちゃナチュラル。ローライトを筋を入れるための役割としているんではなくて、全体の色味の深み、色を深く見せる、そして艶っぽく見せるための役割として、暗い筋を入れましょうではなくて、印象をコントロールする、そんな感じだよね。でワインレッドじゃなくてボルドーですよと何度もしつこく言ってるんだけど、実はね、このローライト以外の部分に塗るお薬というのは、まあいわゆるワインレッドと言ってもいいのかなという色味なんだよね。でもローライトが入ることによって、ワインレッドに対して暗い髪の毛が混ざるので、深みが出てボルドーみたいになるよと、こういった感じね。で実はですね、ノブさんはこの色に対して名前をつける、名前で色を呼ぶということがあんまり好きじゃないのね。まあちょっと今日はね、かっこつけておしゃれにワインだボルドーだなんて言ってんだけど、あんまりねそういうの好きじゃないね。だからそういうのね、お店によって、まあ美容師さんの数だけその色を見た時のその呼び名なんてあるのね。だからまあ世間一般ではなんとかアッシュとかね、なんとかベージュとかいろいろ言うんだけど、それはね、その名前さえ言えばどこの美容院に行ってもその色に染めてもらえるかっていうと、全然そんなことはないのね。染めてる人間が勝手に作ってる色味だから。ただね、この後の解説で、ちょっとお話しするんだけど、ワインレッドとボルドーっていうのは明らかにもともとこの世に存在している色味であって、しかもその2社は似てるんだけど全然違うのね。
普段はワインレッドとかボルドーとかって同じようなイメージ、印象を持ってる人多いと思うんだけど、並べて比べてみると、あ、確かにこれはワインレッドで、確かにこういうのボルドーって呼ぶよねみたいな、そういったことがね分かってもらえると思うので、この後の解説も必ず見てください。ワインレッド系というか、まあ、ボルドー系というかね、こういった深みのある赤っぽい茶色みたいなのっていうのはかなりね秋にしっくり似合いやすいよね。お洋服とかもそういった色味が増えていきやすい季節になるね。で、誰にでもね割と簡単に着こなしやすい色なんじゃないかなと思うの。なのでお洋服にしろヘアにしろ、こういったね秋の初めにググッと、私季節感取り入れてますっていうおしゃれ感を相手に感じさせる、そういった色だと思うのね。で、見た目の印象、さっき仕上がりも見てもらったと思うんだけど、あの仕上がり見てもらうと、明るめのヘアカラー、私ちょっと仕事から無理なんですとかね、私のファッションのテイスト上ちょっと私あんまり明るいの好きじゃないですみたいな、そういった人にも色味を楽しむという意味では、こういった色味はすごくね取り入れやすい、誰でもチャレンジしやすい色味なんじゃないかなと思います。と喋ってる間にもうすでにカラーリングが終わってしまい、シャンプーからの今カットね。彼女はね、今回はちょっと長さ伸ばしていきたくなっちゃったっていうのでね、あんまりカット自体は大幅には変えないんだけど、それでもね前回カットしてから2ヶ月弱くらい経ってるかな。なのでね、まあそれなりに切るところはある、うん、髪型自体は短くするわけじゃなくても、メンテナンスとして、不必要な髪というのはたくさんあるからね、それなりに切るは切ります。で、今ちょっと髪が濡れてるからね、髪の毛は真っ黒に見えちゃってるんだけど、これが乾かすと例のボルドーというのがよく分かってもらえると思うね。髪の毛はね濡れると黒く見えるのね。これ当たり前なんだけど、例えばグレーの T シャツを着ていて汗かいちゃった時、脇の下だけ真っ黒になるとかあるでしょ。首元が真っ黒になるみたいな。物はね濡れると光を反射しなくなるので暗っぽく見えます。なのでヘアカラーも必ずシャンプーして濡れてる時っていうのは、あれ真っ黒になっちゃったのかなみたいな、そんな風に感じる人多いと思うのね。現実問題としてこの信屋本店でもリアルなゲストさんのね髪を染めます。シャンプーして鏡の前に戻ってくると、あれ今回結構黒いのっていう人いるのね。いやいや濡れてるからだよと、乾けばご覧の通り明るくなります。これは T シャツでもジーパンでも何でも一緒。濡れれば黒っぽく見える。ね。座っててお水を飲みました。ジーパンの上にお水垂らしました。そしたらその部分だけ黒っぽく見えるでしょ。それと全く同じだからね。で、今はもうカットが、ベースカットが終わって、ドライしてからのカットに入っております。このドライカットがね、切り立て感をなくして、その人にしっくり似合う、しっくりハマってるというのかな、馴染んでいる、そういった部分をこのドライカットが演出すると思っておいてもらっていいね。もちろんベースカットのレザーカットを採用するという部分でもそういった目的でしてるんだけどね。乾かしてみると全然さっき濡れてる時みたいに真っ黒に見えないでしょ。でね、この後またさらに仕上げでオイルをつけると、オイルでまたツヤが出るので深みが出て、このボルドーの良さがより生きるというわけね。今オイルつけてます。オイルはもうねあんまりベトベトにつけないでサラッとな感じでいいと思うね。このカラーリング自体に深みがある色味だから、あんまりベトベトにつけるとまた真っ黒になっちゃうからね。はい、かわいい、仕上がりました。ニコニコです。といった感じでご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。すごくね深みとツヤのある秋らしいカラーリングになったと思います。このポイント何度も言いましたが、ローライトです。
ローライトというのは全体の色味に対してわざわざ暗い髪の毛を混ぜていくということね。この話もね、お洋服で例えるとすごくわかりやすいんだけど、全体の色味の中に暗いラインが入っている、ね、縦でも横でもいいよ、または何か模様がついていると、遠目から見た時にそのお洋服の色味がものすごくね、ぐっと落ち着いた雰囲気に見えるのね。これは全体の中に暗いのが混ざっているのと、全体が暗いのでは全く印象が変わる。このことをイメージしてもらえるかな？なんとなく想像できるかな？これをヘアに置き換えているのがこのローライトというテクニックです。そしてね、ヘアカラーもお洋服が洗濯すると色落ちするのと同じように、シャンプーすれば色落ちします。でも今回のこのローライト、そもそもが一色で染まっていないので、色が落ちていく速度も違うのね。まあ落ちてはいってるんだよ。全体が落ちてはいってるんだけど、色が抜けて明るくなっちゃうけど、同じ分だけ色素は抜けても、もともと多く色素が入ってる髪の毛が明るく見えない。なので色が落ちていってもそんなにグググググッとこう色が抜けちゃったなっていう感覚になりにくいのね。なので今のようにこれからどんどん冬に向かっていきますよと、こういった季節はある程度落ち着いたヘアカラーでいたい。この場合にめちゃくちゃ有効ということです。このローライト、誰でもチャレンジしやすい要素だと思いますので、ぜひともこの秋、担当の美容師さんに、ローライトってどうかしら？なんて提案してみるのはいかがでしょうか。参考になれば幸いです。ということで、現場からは以上です。ではお待たせしました。ここからは、ノブレディオのコーナーです。シャキーン！このノブレディオのコーナーですね、過去の動画にいただいたコメントをご紹介するコーナーです。 KF ママ子さんから、もう素敵な家族、愉快な家族、心が和みました、こんなコメントをいただきました。ちなみに今日ご紹介するコメントは一昨日の動画、この動画内でですね、ノブさんが娘のヘアをカラーしてカットしてという、そんな様子をお届けしたわけなんだけど、娘はまだ赤ちゃん産んだばっかりのね、3ヶ月前に出産しました。そこでノブさんの妻なっちゃんも一緒に来たし、なっちゃんのヘアもやったんだけどね、さらにその後2人のヘアが終わってみんなでお家に帰った時に、娘の旦那、我が家では婿殿と呼んでるんだけど、その婿殿のリアクションも見てもらいました。まあ今回の動画見てもらえると、まあノブさん家の雰囲気伝わったんじゃないかなと思います。動画で見てもらった通り、いつも賑やかでワイワイ楽しくやってる家族でございます。ということで KF ママ子さん、ありがとう。次、マサと小野さん、まさかノブさんの動画で盛大に笑うとは思わなかった、めちゃくちゃかっこいい仕上がりですね、こんなコメントいただきました。おそらくね、このマサトさんが大笑いしたというのは婿殿の反応だったと思います。ここでですね、一昨日のそのシーン見てないよという方のために見てもらっちゃいましょう。仕事から帰ってきたら自分家の奥さんの髪型がガラリと別人のようになっていた、その時の婿殿のリアクション見ていただきましょう。 VTR ドン。おお、そろそろ違う違うえ、まさか、うわあやばといった感じでですね、婿殿のリアクション、ノブさんの採点100点でした、ね、これね、最初から動画に使おうなんて思ってなかったの。でもね、婿殿が仕事から帰ってきたその時、なっちゃんが急にね、ノブさんこれ動画撮んなくていいのって言われたから慌てて撮ったわけよ。そしたらね、いい絵が撮れました。盛大に笑ってもらって嬉しいです。ということで、マサと小野さん、ありがとう。次、ともともさん、お嬢さんはノブさんにですね、横顔がそっくりです。お婿さんのリアクションが面白い、刈り上げたところ思わずスリスリしたくなるんでしょうね、とても楽しいご家族でほっこりしました、こんなコメントいただきました。娘ね、ノブさんに似てるかね。ノブさんは娘と息子がいますね、お姉ちゃんと弟、2人ともね、あんまりノブさんに似てないなって自分ではそう思ってるね。ただね、面白いもんで、ね、足の形とかなんか似てたりするんだよね。息子の方はですね、それこそ顔は全然似てないけど、よくね、声が似てるって言われる。それとね、もっと面白いのはね、口笛が似てるとか言われるんだよね。ノブさんね、すぐ口笛吹くの。で、息子もすぐ口笛吹くの。口笛が似てるとよく言われます。それとさっきの VTR でも見てもらったんだけど、婿殿が娘の刈り上げをこうゴリ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 擦るというね、あのシーン。ノブさん何度見ても笑っちゃいます。ということで、ともともさん、ありがとう。次、モナさんから。最高、最強の家族ですね。
婿殿が初めてお嬢さんに紹介されてお父様かっこのぶさんに会った時どんなだったんだろうと想像するとにやけてしまいます。多分一般の父親像とは全く違ってファンキーでかっこいいお父さんに感激したでしょうね。いいなあ、こんな家族関係憧れます。こんなコメントをいただきました。そうね、婿殿がのぶさんに初めて会った時のその瞬間、のぶさんは覚えてないな。ぶっちゃけね、世の父親は自分の娘が彼氏を連れてくるなんて言うとドギマギしちゃうとかね、あんまりよく思わないなんて人もいるらしいんだけど、のぶさんそういう感情全然ないんだよね。なんか心配だとかやきもち焼いちゃうみたいなことを思ったこと一度もない。でね、うちの娘、まあ息子も多分そうだと思うんだけど、自分家のお父さんが自分の友達のお父さんとはちょっと違うということは幼少期から自覚してます。なぜかというと、やっぱ仕事柄ね、スーツ着てこうサラリーマンスタイルじゃないよね。今でこそ髪の毛の長さこのぐらいだけど、かつてはこんなロン毛だったりね、いつもこう祝えてでヒゲも生やしててスーツ着てないでしょ。だからね、友達のうちのお父さんとうちのお父さんはちょっと違う人種だなっていうのは、幼い頃からきっと分かってると思います。だからね、娘がその婿殿を連れてきた時、確か高校生の時だと思うね。高校生の時からずっと付き合ってるから、その時に多分事前にそれとなく伝えてたんじゃないかな、うちのお父さんってこういう人だよみたいなね。でましてや見た目だけじゃなくて中身もちょっと変わってるじゃない。だからね、婿殿はまあどちらかというと得体の知れないお父さんというよりはある程度なこうイメージができてたんじゃないの。しかもだね、のぶさん的に自分の娘の彼氏がどんなやつだろうがあんまり興味がないというか、あいつはけしからんとかもっとこうだみたいな、そういう感覚すら全然ないわけね。自分で選んだんだから勝手にしなさいよというタイプです。そもそも娘のこと心配してないしね、のぶさんが結婚するわけでもなんでもないから、どんな相手を連れてこようが別にお前がいいならどうぞみたいな、そういう感じね。ただね、この婿殿の印象、のぶさんからするとすごくね、礼儀正しくて心穏やかで優しい男だなと思ってるのね。まあ簡単に言うと真面目なやつなのよ。とはいえ堅物でとかね、暗いとかそういう感じでもないんでね、明るく元気で人懐っこくて礼儀正しくて真面目な男なので、すごくね仲良くしてるつもりです。これまでもね、一緒に魚釣り行ったりね、釣ってきた魚一緒にさばいたりなんていう風にね、まあ、しょっちゅう遊んでる、そんな友達みたいな関係だとのぶさんは思っております。でね、彼は平たく言ってしまえばサラリーマンでね、一昨日の動画でも言ったんだけど、業界シェアナンバーワンの紳士服屋さんで働いております。でサラリーマンはサラリーマンなりの仕事のなんていうのかな、難しさであったり、問題を抱えていたりストレスを抱えていたりするわけだよね。なのでね、よくね、仕事の話も結構真面目にします。のぶさんはね、今は自分で店をやってます。でもかつてはお勤めしていたし、そこでの代表もやりました。なのでね、社会経験という意味ではまあのぶさんもそれなりにあるので、結構ね仕事の真面目な話もしたりします。ということで、モナさんありがとうってな感じで、今日ののぶレディは以上です。こうしてねコメントいただけると、のぶさんめちゃくちゃ励みになるし、動画のネタにも使わせてもらったりして非常に助かっておりますので、これをご覧のあなたもぜひ遠慮せず、どんなことでも結構ですので、コメントどしどしお寄せください。よろしく。ということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。すでに投稿したんだけど、今夜のコミュニティ投稿で、あさってのライブ配信で答えてほしい質問をすでにもう募集しました。見逃しちゃったという方は今からでも全く遅くありませんので、ヘアに関する質問でもいいし、のぶさんまたは赤ずに対するプライベートな質問でも全然構いませんので、このこと答えてほしいということがございましたらですね、コミュニティ投稿のコメント欄の方にどしどしお寄せください。待ってます。ってな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。ではまた明日会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。パワーでした。ありがとう。じゃあ最後は恒例の、私女に生まれてよかった、そして俺男に生まれてよかった。 OK バイバイ。